この取り組みは来月十一日から始まる国税庁の税を考える週間の広報活動の一環で行われました。この日は県立岐阜商業高校の書道部の生徒十二人が。縦二点四メートル、横四メートルの大きな和紙二枚に。大小三種類の筆を使い分けながら。納税が私たちの生きる未来につながるなど。 納税の意義を伝える言葉を力強く書き上げていました今までで一番うまく書けたと思いますし今回と完成度が高く出来上がったので嬉しかったです税の大切さももちろんですしと県議省書道部のことについても多くの方に知っていただけると嬉しいです まだまだ若んあんまりこう気にしたことのないような税についてこんなにまっすぐもうキラキラした目で描き上げていただいたこの収状を見させていただいたらもう大人としてもう恥ずかしくない生き方をしていかなければいけないなということと税について考えていただけるような、えー、きっかけになっていただけたらいいなと思います。 作品は来月12日から4日間、岐阜市の岐阜メディアコスモスで展示されます。